こそベルベットルームへ。おお、これはまた。私の名はイゴー。あなたにどう。占いは信用さ常にお近い未来を示すのは塔の背、そしてその先に。聖地、迷い、そして謎を示すカード、実に興味深い。あなたは近く、あなたは何らか契約を果たされ、再び今年運命は節目にあり、私おっと、ごこちらはマーガレット、詳しくはおいおいに。面倒なのも我慢するのも店には無理。気がしんどすぎ。この夏は爽やかにスリム、ケロリーマジック。はい、ではいよいよ、今最もホットな話題、山の前にフリックの情報。歌手と結婚して女子アナと不倫ってすごくない？政治家ってそんなモテんの？金とかコネとかなんじゃない？やっぱ経済力と政治力なんだよね。どういう歌とか苦手知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。どこなんだけど、マジで。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。この列車は間もなく終点八曽根丘陵に到着します。稲葉市八曽稲葉駅方面へおいでのお客様は、降りましたと向かい側の。海外公演も控える演歌界の若きプリンセス柊木美鈴さん、その柊木さんと昨年入籍したばかりの稲葉市市議会議員秘書の生為太郎氏になんと不倫疑惑。しかもお相手は某テレビ局の美人アナ山野真由美さん。そろそろ出る？おお、そうだな。やら、果たしてこの三角関係どう？野草稲葉。
こっちだ。おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前のおふくろさんの。おむつ。こっちは娘の俺、挨拶。こんにちは。いて。さあ、ねえ、落ちたよこれ。別にいい。お。わかる。いや、ついでに満タン頼む。ああ、レギュついでに、ついでに。君、ここ都会ぜひ考え。どうした？大丈夫？長旅だったろうからな。じゃあ、か。しかし兄さん、これ。酒。仕事でちょっと出てくる。